勾配区間を走る列車マテラン登山鉄道とは、インド西海岸の都市ムンバイ郊外のインド国鉄後期線、ネイラル駅から、保養地マテランを結ぶ観光鉄道である。名称の日本語表記には、揺れがあり、マーテーラン登山鉄道、マテラン丘陵鉄道とも表記される。マテラン駅マテランは、イギリスによるインド植民地統治時代の1850年代に、 ムンバイ在住のイギリス人らの秘書地として開発された。マテラン登山鉄道は、山陸の後期線最寄り駅、ネイラルとこのマテランを結ぶ交通手段として建設され、1907年3月に開通した、路線延長1 9 3 6トル奇襲転換に約7 5 0ルの標高差があり、急瞬な丘陵を登るため6 1 0ト、mm、ル期間を採用し、 車体の規格も小さい。日本でいうところの軽便鉄道に相当する。最急勾配は50パーミル。最小曲線半径は14メートルである。機関区、工場はネーラル駅構内にある。インド政府は当線の世界遺産への登録を目指しており、暫定リストにも当線が搭載されていたが削除された。ネーラル駅を出発する列車列車はすべて機関車牽員である。 1982年に蒸気機関車を廃止しディーゼル化された。急勾配を上るため 610mm 機関の鉄道としては大型の2機エンジン搭載突型4道を軸ディーゼル機関車を使用している。また、急曲線を通過できる要機関車の中央部は連接構造となっている。客貨車は1等座席車、2等座席車と有害関給車がある。 いずれも全長は、機関車の1、3ほどの小型車であるが、急曲線への対応のためボギー車となっている。貫通ブレーキを装備していないため、各列車には必ず有害関級車が連結される。ABCDE、日本鉄道名所8鹿児島線長崎線日報線、小学館、1987年、P176P177。P 日本鉄道名所8鹿児島線長崎線日報線小学館1987年 P171P177 鉄道ジャーナル1996年7月号 P125P126 ありがとうございます